なんじゃこりゃ、なんじゃこのスケベコスは、スケベスケルトンクリスマスコスの誕生やー。ごい、立ち絵。立ち絵の時点で、すでにのスケベすぎるクリスマスコスでございます。さすがにケですな。我々の想像の、遥か斜め上を行くスケベコスを出してきましたね。このコスで特徴的なのが、このお腹の部分のように、一部が透明になっていることです。これによりパンツ感も増していますね。二次元でスケルトン感を表現するのはすごい発想ですね。2022年のスケベグッドデザイン大賞を受賞したとかしないとか。さらに、際どいところにスケベボピロまでつけているという。芸の細かさも見事です。4、自撮り時。自撮り棒で自撮りをするルピーちゃんですが、自撮りをするときに乳揺れが楽しめます。すごい揺れてる。凄まじいプルプル感です。3、バトル時。バトル時です。もはやパンツ丸出し状態に見える、ルピーちゃんなのでした。これもスケベスケルトンのおかげですか。そして、犬のような表情が可愛いルピーちゃんです。口が開いてるのかバカっぽくて可愛いですね。実際はセレブキャラみたいですけどね。ムー、スキル使用時。スキル使用時の演出です。もはや履いてないですね。履いてないです。パンツなんて最初からなかったんや。ちなみに、表情も可愛いですね。下がり眉がいいですね。1、銃連射時。銃を連射してる時です。やはりニケといえばこれですか。後ろもスケルトンだったりですごいことになっており、スカートももはや合ってないようなものですね。隠す気ないですやん。ニケおなじみの尻揺れにも注目です。しかしすごいコスですな。はい、というわけで、クリスマスコスルピーちゃんのパンツランキングでした。いかがだったでしょうか。パンツというか、もうルピーちゃんの圧倒的スケベパワーにひれ伏すだけでしたね。もはや我々にできることは、ただ眺めるだけだったのでした。まあ眺めていたいんですけども。素晴らしいクリスマスコスでした。はい、というわけで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくです。ではでは。